はい、どうも、こんにちは。初心者教室で講師のデモンストレーションのボールに対してインアウトばっかり見てる生徒もマジムカつく。だからこれからね、ログを上げるレッスンしますんで、皆さんよくお話聞いてください。まずね、コンチネンタルグリップで面は固定、手首も固定して、大体45度ぐらいにこう下からカツンと打つように、そんなイメージで打ってみてください。じゃあちょっとデモンストレーションやってみます。こんな短い球ダメっしょ。アウト。やばいでしょうね。俺もう45歳なんだけど。